はい、皆さん、毎度毎度。はい、おばあちゃんパーマね、ご年配の方ね。はい、こちらカットしていくんだけど、これぞ、ブラントカット、ダンカット。 シャギーは基本ね、入れないね。なんで入れないのって言ったら髪の毛の量がそれほど多くないんだよ。だからすくほどでもないんだよね。で、こちら最後仕上げにカーラで巻く。家でもカーラで巻いてんだけどね。カーラで巻く、コテで巻く。そういう場合は毛先に、あの、シャギーが入って不揃いになってた方が、あの、毛先のカールがしつこくなくて扱いやすいんだけど、もう絶対量がね、若い人に比べて、3分の1、4分の1、5分の 1? 下手すりゃ十分の1ぐらいしかないからね、髪の量がね。だからシャギーなんか入れないの。ブラントのまんまでも、そのうち時間が経つと天然シャギー入っちゃうからね。天然シャギー入った時にね、最初からシャギー入れてあるとね、もうしょぼしょぼになっちゃうでしょ、毛先がね。だから特に無理して入れなくてもね、OK。だから今までね、あの、若い方をカットしてる美容師さんはね、シャギーに頼りすぎている。シャギーでしか着れないブラントで着るともう長さがちぐはぐになっちゃってね、左右ね。それこそね、 トップね、真上に引き上げてね、横にロット巻こうと思うとね、切り口が斜めになっててね、足目になっててね、足目ならいいのよ。ね、本当に段カットで1センチぐらい長かったりね、右側がぴょんと長いのが残ってたりね、<laughs> 誰これ切ったのみたいにね、<laughs> まあそういうことになりやすいからね、シャギーに頼りすぎてるカットしてるとね、ごまかしごまかしごまかしでね、カットしてるっていうのかな。だからブラントはごまかし気が効かないからね。だけど、こういうのもさ、若い美容師さんに言わせると、 そのうちブラントカットはなくなるとかね。おばさんパーマはなくなるとかね。まあそうやって考えてる人も多いんじゃないかな。うちらの時代もね、カーラーで巻くセットあんなものはなくなるなんて言ってたやついたんだよね。やっぱりそれできなくて。<laughs> 結局、なかな、なくならないでこちらの方なんかやっぱりカーラーで巻いてんだよね。でもね、10年後、20年後は、 どうなってるかわかんないね、ヘアスタイルね、まあ、日本人はね、剛毛多毛がって感じ、そういう方が多いからね、まあ、それに合わせたカット、その時代に合わせてね、だから今のシャギーで減らすっていうカットが一番日本人に適してんのかな、それは若い人に関してね、これ、ご年配はね、本当にシャギー入れないからね、トップもね、あのぐらいの長さでね、スパーンと切っちゃう。 本当にこれ若い人はこのイメージないから怖くて切れねえんじゃねえか今回こちらの方のトップの長さは長めだよ、かなり長めそれを、ね、トップ真上に引き上げておいてポンと、ね、切り落としちゃう本当にこう何考えてんの、親父そんなとこ切っていいのみたいな、ね、感じだよね、シャギー入れてあのトップを潰すカットばっかりやってる人に言わせたらね確かに若い人の頭あんなに切っちゃったらだめなのよ。 とにかく長めにして潰す頭を作んないとな。おばさんカットのね、トップの長さね。まあ、最初は怖くて切れないよ。だからちょっとずつね、顔色を伺いながら切っていくしかないんだけどね。で、そのうち慣れるっていうのあるからね。まあ、慣れるまでね、何回も何回もトップの長さね、少しずつ切りながらね、ちょっと切ったら切いて、ちょっと切ったら切いてね。ちょっとめんどくさいけどね。徐々に短くしていくっていうの。いきなりは切れないよ。本当に怖くてね。 うちらはねうちらの世代の親父美容師おばさん美容師ってうのはね聖子ちゃんカットでこんなの慣れてんのよそれでもね世間の風潮っつうのはね若い美容師さんの方がいい頭作るんじゃねえかというそんなね期待感持ってね親父美容師おばさん美容師はね過去のね化石美容師扱いされちゃうからねはいカットはとりあえずここで終了あとはねまあ巻くんだけど何ミリで巻くでしょうかはいお疲れ様でした